イメラジオ第1619回、今日は平成31年3月29日金曜日です。時刻は午前11時半、横浜港北、金曜日のお昼、もうすぐ正午です。今日は曇っていて温度上がらずちょっと寒いですね。ただし桜は満開で、マンションから見下ろす森も華やかになっています。今日は午後お出かけ予定で桜見に行きましょう。夢ラジオ1619回、今回はアメリカの軍人マッカーサー取り上げます。ダグラス・マッカーサーですね。まあ日本ではね、日本の近現代史では、まあ、どうしても出てくる偉そうな親父ですけど、まあ、そのマッカーサー、どんな人だったのか、日本人にとっては占領期のサングラスとパイプの、そして昭和天皇と二人で写ってる写真が強烈で、その生涯がどんなものだったかあまり語られませんね。お話ししましょう。マッカーサーというお家に、まあ、生まれてるんですけど、アメリカです。マックという名前はスコッティッシュがルーツなんですね。マクドナルド、マクレーン、マッカートニー、こういうマックはスコッティッシュです。陸軍士官学校ウエストポイントって言います。そこを優秀な成績で卒業しました。まだ19世紀の頃ですよ。マッカーサーがウエストポイントにいたのは。父親も軍人で、米西戦争および米非戦争を戦ったアメリカの軍人。ですから、このダグラスもフィリピンにいたり、あと日本にも来て、で日露戦争の頃ですから、乃木大将とかね、大山大将とかと面会してるようですよ。戦艦機にはウエストポイントの校長にもなります。母校の先生になったわけですね。あ、そう、その戦艦機にはって言いましたけど、第一次世界大戦にも従軍してますよ。欧州戦線でね。で、階級を上げ、そして戦艦機にはウエストポイントの校長。ただし、まあマッカーサーが一躍世界の歴史に出てくるのは、フィリピン軍司令官だった頃、つまり日本が攻めていった時ですね。
フィリピンというのは、そのダグラス・マッカーサーにとっても非常にゆかりの深い都市、町で、っていうか国で、ですからまあそこの司令官になってるっていうのはいいんですが、そこに1941年、不意に日本軍が飛行機の爆撃および陸軍の、派兵、まあ、準備できてなかったアメリカ軍ひとたまりもなく、マッカーサー、まあ、この時大将になってましたね、は逃げ出し、部下を置いて逃げ出したので、バターン死の行進という悲劇が起きた、その話は前しました。マッカーサー、I shall return って言葉残して出てきましたね。People of the Philippines, I shall return。で、その後、1944年には帰ってきましたから、3年後ですね。I have returned とも言いました。だから足水につけながら、フィリピンの海岸上がってくる映像を撮らせて、まあわざとらしいけど、ああいうパフォーマンスもできる軍人だった。あと本当はもうフィリピン攻撃せずに、サイパンが落ちたらそのまま硫黄島、そして沖縄と言ってよかったんですけど、わざわざフィリピン攻撃したのは、このマッカーサーのその、まあ、支援ですね、個人的な恨みによるものだった。だからルーズベルトを太平洋に呼び出して、そしてマッカーサーがなぜフィリピンを攻撃しなきゃいけないのかを抗議してる映像は残っていますね。ルーズベルト相手になんかポケットに手突っ込んで抗議してるっていう偉そうな、ただもうこの時には元帥になってましたから、ルーズベルトとしてもそう、マッカーサーに対して高飛車には出れなかった。そして日本の降伏だ、マッカーサーそのものは別に何にもやってないんですよね、よくよく考えると。太平洋戦線で逃げ出した、そしてフィリピンは攻撃させたぐらいか。あとはもう海軍が頑張った、そういう戦いだったんですよね。あと海軍の、海兵隊、アメリカの海兵隊が頑張った戦いが太平洋戦線。マッカーサーは言うほど何にもしてませんが、まあ、それまでの軍の階級が高かったので、で元帥にもなってましたから、日本が負けた後、その司令官、最高司令官として日本に君臨することになりました。7年半は天皇よりもマッカーサーの方が偉い時期でした。とはいえですね、まあ、そのマッカーサーの上にアメリカの極東委員会とか、もしくはトルーマン政権があったわけで、マッカーサーといえども、その極東委員会、そしてトルーマン政権の顔色を見ながらの日本統治だったんですね。そのマッカーサー統治期、つまり1950年、戦後50年経った時に朝鮮戦争、この時にもマッカーサーに出番が回ってきます。ですからマッカーサーといえば、フィリピン戦線で、もう一つ朝鮮戦争、1950年6月に北がドドッと攻めてきて、ものすごい速攻をやられて、プサンまで退却するんですが、インチョン上陸作戦ですね、あれを成功させたのはマッカーサー。これはすごい、失敗するかもしれない。インチョンは決して上陸作戦に向いてる浜辺じゃないんですけど、もうここしかないと、そして北朝鮮軍の背後をつくぞと、
結果から見れば大成功しました。その後朝鮮半島の石化が防がれ、大韓民国という国が曲がりなりにも今まで存在しているのはマッカーサーの上陸作戦。仁川にはマッカーサーの大きな像が立ってるようですよ。私は行ったことありません。ただしこの朝鮮戦争の過程で中国の人民義勇軍が国境線を越えて入ってきて、でそれで押し戻されましたね。ですからマッカーサーとしては中国北東部に原爆の使用をしろとトルーマンに詰め寄ったようです。もちろんトルーマンとしてはそんなことやったら第三次世界大戦になりますから、マッカーサーを解任。トルーマンがなんかあんまりね、器でかそうにないトルーマンがマッカーサーを解任した。だからマッカーサーは後にトルーマンは大したやつだと、私を解任できたんだからと言ってました。日本の統治を成功させたそれまでの軍歴ですから、アイゼンハワーと並んで大統領候補だったんですよ、マッカーサーは。けれど、もうやめたみたいな感じで、グッバイと言って、もう大統領選挙、あるいは政治家になる道はもう自分から引きましたね。GHQ の占領期がどうであったのか、これはもうあまりにも大きな話題で、また別な回でお話しするとしても。マッカーサー、日本にとってはあまり何て言うか好意的に見ることのできない人ですよ。特に攻めなくてもいいフィリピンを攻めて、あそこで何百万人人が死んだんですか。しかも彼自身のね、支援のせいででしょ。で今振り返っても別にフィリピン行く必要なかった。台湾も行く必要なかった。つまりそれだけ死ぬ数が少なくなるんですよ、戦線を広げないことによって。あの時のアメリカが太平洋において戦線を広げなければ、それだけ日本兵もそしてアメリカ兵も死ぬ数は減った、悲劇も減った。フィリピンの戦いではフィリピン人も多く死にましたね。マッカーサー、彼の作戦が一番鮮やかだったのはやっぱり朝鮮戦争の仁川上陸作戦。これはさすがに見事でした。ですからマッカーサーといえば朝鮮戦争と言ってもいいほど。とはいえ、日米戦争っていうのは非常に大きな戦争で、そこに彼が関わったことは間違いがないので、マッカーサー、その意味においても歴史に名は残る。プライドの高い軍人でしたね。厚木の基地で飛行機から降りてくる時の、偉そうな、もういかにも写真撮れみたいな、歴史に残せっていう。昭和天皇が戦争しているのに、だらんとした軍服で。昭和天皇気をつけなのにマッカーサーは手後ろにやってみたいな、ああいう写真を撮らせるのがマッカーサー。7年間の占領が終わって羽田から帰る時には天皇陛下が見送りに来いって言ったそうですよ。さすがに昭和天皇行きませんでした。ただし日本人の悲しいところですけど、その天皇よりも偉いマッカーサーとなるとね、マッカーサー将軍万歳っていうさ、もうマッカーサーがその GHQ 司令部からこう車で乗り降りする時には日本人がもう辺り囲んでっていう映像が残ってますけど、ついこの前まで殺し合いやってて、で広島や長崎にはもう原爆も投下されて、なのにこの
へりくだりぶりはなんだ、マッカーサー自身驚いたようですよ。日本人はそういう人なんですね。戦争が終わったら敵の将軍でも万歳っていう。そして彼の下で制定された日本国憲法、そして極東裁判、そして日米安全保障条約、これに未だ私たちは縛られています。夢ラジオ第1619回、今回はアメリカの軍人マッカーサー取り上げました。もうじき正午ですね。